今日はあの何て言いますかね、巷で大ブームといってもすごい狭い世界での話なんですけど、アガベブームっていうのが起こってまして、アガベっていう植物皆さんご存知ないですか。あのリュウゼツランとかセンチュリープランツとかって言われて、よく除草とかのね庭先とかにすごいでっかい株がそのまんま生きてたりするんですよ。でそれの仲間が今実はすごい大ブーム、観葉植物として大ブームになってまして、ものすごい高い値段で取引されてたりするんです。一般の方はそういうのを全く入手する機会ってないと思うんですけど、今日はそのアガベの種まきをちょっとやってみたいと思います。種通信販売で買いました。こんな感じの種です。平べったい玉ねぎの種みたいな、本当に何の変哲もない玉ねぎの種みたいなもんなんですけど、サンセベリアとかと同じ仲間のアガベですね。これの種、品種はアガベのユタエンシスっていう作りにくいとされている種をまいています。で用意するもの、鉢底石。鉢はアガベの根っていうのは割と深く入るので、どちらかというと深い鉢が適しています。そしてラップ、そして土は以前動画で紹介したミニサボテン用土で十分です。バンジーライトをちょっと用意してください。ではやってみましょう。鉢底石をこの鉢の穴が隠れるくらい入れていきます。はい、これにミニサボテン用の以前作った土を使いましょう。アガベっていうのはそんなにサボテンの種まきと違ってそんなに難しくはないんで、はい、こんな感じです。ちょっと軽く押さえて、この時点で水を打っておいてくださいね。かなり打っておいてください。たっぷり水やって、しばらく植え替えないので種を隙間1センチくらい開ける感じで種を置いていきたいと思います。円盤状になってるんで、これを1センチ間隔で置いていきたいと思います。そしてバーミキューライトを薄くかけて軽く覆土です。あまり厚くかけてはダメです。種が隠れるくらいバーミキューライトをかけてください。これで種まきは終了しました。で今日の書いた日付をつけたラベルを立てて、サランラップで止めて、セロテープで2箇所止めしておいてください。これで種まき終了です。では発芽したらまた動画に紹介したいと思います。だいたい1週間ぐらいで発芽していきますよ。またね。はい、もうすぐ種をまいて20日目になろうとしてます。ちょっと NED の下に置いていますが、このようにアガベ生えてますね。種をかぶって非常にいい感じです。もうちょっと大きくしたらこの蓋を取って少しずつ外気に慣らしていきたいと思います。